みなさんこんにちは、ひでおさんチャンネルです。今日は僕がうなぎさんにアサリを10個つける遊びをやっていきたいと思います。これはうなぎさんに見つかると僕はキルされてしまうので、うなぎさんに見つからないようにアサリを頑張って投げていきたいです。それではやっていきましょう。早速うなぎさんを見つけたのでアサリを投げましたが、僕はアサリを投げるのが下手くそなので危うくうなぎさんに見つかりそうになりました。見つかりました。うなぎさんはどうやら僕を見失ったみたいです。また見つかりましたね。逃げて逃げて集めて集めて逃げて集めて逃げて、僕は無事に隠れることができました。うなぎさんは僕より賢くないので僕の場所を見失って首をかしげていたんだと思います。かわいいやつですね。僕は芋虫をしながらうなぎさんの様子を見ていきます。やつは何をしているのでしょうか。アサリを結構つけたと思うんですけど、もうちょっとですね、きっと。何個ついてるかはわかりません。アサリをこっちから安全に投げます。隠れます。見つかりませんでした。あ、なんか捨ててる。あれはズルですね。ズルです、あれは。あれはズルをしています。隠れましたね。あ、危ない、出てきた、出てきた、出てきた。危ない、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 無理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 、撃ってきました。どうしよう、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 どうしよう。これは、静かに待機、静かに待機。おー、隠れられました。じゃあこのまま後ろを、なんで飛び跳ねてんだあれ、後ろをついていきましょう。トコ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 、おぶなぶな、なんだ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 、下に行きましたね。おお、びっくりしたびっくりした。いやいやいや、やめて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 、やあ。皆さんに残念なお知らせがあります。この動画は僕が撮影していたんですけど、動画の半分が壊れてしまっていて、これ以上動画の続きがありません。申し訳ありません。なぜ動画が壊れてしまったのかということを考えたんですけど、チャンネルを乗っ取られたくないうなぎさんが僕の邪魔をしているんだと思います。僕はうなぎさんには負けません。これからも一生懸命乗っ取り活動を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。